これは。な、何も見えない。いくらなんでも暗すぎねえか。完全なる闇か。なんだか寒い。どこまで広がってやがる。九重先生、足元に気をつけて。はい。こうちゃん。大丈夫だ。離れるなよ、しおり。アスカ、あいつは？見当たらないわ。視線は感じるけど。こっちこっち。現れたわね。遅かったじゃないか。待ちくたびれちゃったよ。まったく、何してたんだよ、しおり、とわお姉ちゃんも。やっぱり似てる。怖いくらいに。私と初めて会った時より小さいみたいですけど。そういや。やあ、俺。大きくなったらそうなるんだ。あんまり雰囲気は変わんないかな。いい加減にしやがれ。記憶が読めるんだかなんだか知らねえが、胸くそ悪い真似ばかりしやがって。ここまで来たからにはもう逃がしはしねえ。ガキの頃のてめえだろうが、容赦なくぶっ飛ばしてやる。こうちゃん。ごめん、時坂こう。少し遊んでみたかっただけなんだ。やっぱり面白いね、人って。心の中は不安や焦りでいっぱいなのに、そんなにも強がれるなんて懐かしいな。10年前の九重宗介たちを思い出すよ。なんでそこでおじいちゃんの名前が。10年前。しおり、どうしたの。やっぱりあなたなんだね。私にはわかる。その声も格好も雰囲気も、あの日、あの時、あの瞬間に私の目に焼き付いたのと全く同じ。それを知っているのは私とあなただけだから。そうなんでしょう、夕闇の使徒。なっ。その名前で呼ばれるのも久しぶりだな。その文様は。
間違いないわ。いいえ、忘れるわけがない。かつて東京に暗き災厄をもたらした神話級グリムグリード、夕闇の使徒。夕闇の使徒だと？嘘でしょ。10年前の、いや全ての元凶か。待ってよ、完全におかしいでしょ。だって夕闇ってのはとっくに滅ぼされたはずじゃ。ああ、こんなところに存在するわけがない、していいわけがないんだ。驚くのも無理ないか。だけど僕はずっと待っていた、君たちが来てくれるのを。君たち自身が紡いだ因果の先でね。因果？10年前のあの時、滅ぼされかけていた僕は倉敷しおりと融合して一つの存在になった。お兄ちゃんたちももう知ってる通り、しおりが生きているという小さな嘘を叶えてあげるためにね。でもその嘘は3ヶ月前にお兄ちゃんたちに暴かれて、しおりが死んだという正しい因果に紡ぎ直されてしまった。その後お兄ちゃんたちは九尾の試練を乗り越えて、しおりが生きていたという別の正しい因果に紡ぎ直したんだったね。これぞハッピーエンドと言いたいところだけれど、だったらしおりと融合するはずだった僕はどうなったと思う？夕闇の使徒がどうなったか。倉敷先輩の思いと融合しなかったってことは、まさか。簡単な話さ。10年前のあの時、僕はまだ完全には滅びていなかったんだからね。九尾によって因果が正された瞬間、僕はしおりの存在から切り離されてもう一度この地に現れたのさ。人に滅ぼされかけたあの時のままの、ボロボロで不完全な状態だったけどね。そして僕は現実と異界の狭間をうつろにさまよいながら、わずかに残った力で過去に干渉し始めた。存在しないはずの異界迷宮を無理やり後付けすることで、少しずつ因果を歪めていったんだ。そして青春祭の夜、君たちをこの森宮の陰に招待することで、かつてないほどに歪んだ場が出来上がり、ようやく完全な形で復活するための準備が整ったってわけさ。それじゃあ、あなたは本当に？そう、僕はかつて君たちが夕闇の使徒と呼んだ怪異そのものなんだ。
なんだか嬉しいよ。僕に復活のきっかけをくれた君たちとようやくおしゃべりできるんだからね。本当に夕闇の使徒だってのかよ。因果を歪める力だったら今までのことにも説明がつくけど、過去を歪めて都合のいい今を導いたというわけですか。あの異界迷宮こそが歪んだ因果を導く鎖だった。今僕たちがここにいるのも全部君の意志だというのか。もちろん余計な因果も巻き込んじゃったみたいだけどね。さっきまで力が完全に戻ってなかったからな。まあ別にいいんだけど。余計な因果って まさか俺のことを言ってんのか。そういえば商店街の猫まで巻き込まれてましたけど。俺たちの周りの奴らごと見境なしに巻き込んでたってわけか。めちゃくちゃじゃない。全てはこの状況を作り上げるための布石。意志を持ってここまでのことをなす怪異がいるなんて。ああ別に全てを僕自身が望んだわけじゃないんだ。この姿にしたって気づいた時にはこうだったわけだし、多分死んだしおりが最後に見た光景を無意識に映しちゃったんだろうね。しおりちゃん、一体何が目的だってんだ。そんな大それた真似をしてまでなんでここまでのことを。お兄ちゃんは心のどこかで分かってるんじゃない。僕は君たちがかつて夕闇の使徒と呼んだ存在だ。だったらそれ以外に何があるっていうのさ。まさか。東京震災、いえ東京迷彩。もう一度あんなのを引き起こそうっていうの。こりねえ野郎だ。ううん違う、きっとそれだけじゃない。そうなんでしょう。それだけじゃない。どういう意味だよしおりちゃん。今度こそ本当の暗き夜が来るのさ。二度と明けることのない無という夜がね。無、さっきも言ったけど今の因果はかつてないほど歪んじゃってるんだ。本当なら存在しないはずの迷宮が現れたり、飽きるはずのない出来事がたくさん起きちゃったからね。だったらこの先何が起きると思う？どういうこと？3ヶ月前まで私がついていた嘘、その矛盾さえ時空間を不安定にしてボリニアに異変を引き起こしてしまった。今回のことに当てはめたら、ようやく分かったわ。前回の異変すら比べ物にならない大いなるパラドクス。おそらくこのままでは時空間の秩序が保てなくなるわ。こいつは行き着く先は時間と空間そのものの崩壊。何もかも消えて
最後に残るのは無だけというわけですか。な、何それ、東京明細どころじゃな、何もかもなくなる。学園も森宮氏も私たちも、まさしく暗き夜か。もしかしたらハッピーエンドで終われる結末もあったかもしれないね。しおりの嘘を受け入れていれば僕が復活することもなかったかもしれない。結局お兄ちゃんたちがやったことは全部無駄になっちゃったってわけだ。つくづく因果なお話だよね、しおり。よくもそんな。もういいわ、夕闇の使徒。しおりさんの今の因果は私たちが苦難を乗り越えた先にようやくつかみ取ったもの。あなたごときに無駄だなんて断じられる覚えはない。ああ、そうとも。それによって新たな矛盾が生まれてしまったというなら、僕たち自身の手で正せばいいだけの話だ。ヒロギさん、ジュン君、みんなも。子供の姿だからって見くびらないでほしいな。わかってる。君たちが全員合わさっても10年前の人間たちにすら届かないってこと。それでもいいって言うならおいで、君たちの因果と一緒にぐちゃぐちゃにしてあげるから。喋っているだけでこの冷圧ですか。まさかあの時のしおりさん以上の。ありえないでしょ。こうちゃん、おい、こんな時にどうしちまったんだ。いや別に、散々もったいぶって出てきたからにはどんだけ大層な野郎かと身構えてたが、何のことはね。こいつも結局ただのグリードなんだなって思ってよ。え、どういう意味お兄ちゃん。てめえは確かに全ての元凶だ。因果を好き勝手にねじ曲げて多くの犠牲を出し、しおりまで苦しめた。だがようやく分かったぜ。てめえには思考はあっても意志があるわけじゃねえ。ただ本能に流されるまま暴れてる空っぽな化け物でしかねえってことがな。はあ。だったら俺たちが今までやってきたことと何も変わらねえ。10年前に滅ぼされたこいつをもう一度ぶっ倒す、それだけだ。かつてしおりを心配させちまった俺自身の心機癖面ごとな。こうちゃん、時坂君。よく言ったぜ時坂。10年前のお返し、ここは一発お見舞いしないとね。ああ、双葉の分まで。まあ考えてみれば所詮は復活ボスだしね。うん、勝機は必ずあるはず。今こそ父と母から受け継いだ魂を示してみせる。
同じく白の巫女の名に誓って。史上最悪の魔、必ずや滅する。俺だって絶対元の世界に帰るためにも。負けないでみんな。知らせてやろうぜ、人間の力ってやつを。ぐちゃぐちゃに歪めてあげるよ。無音量に極め続き、どりゃー、おらー、おらー、ひいやー、おらー、おらー、おらー。一気に攻めましょう。
まだまだこれから。チェンジするよ。援護する。
きに行くわよ。セイフ完了。
倒したのか。ええ、私たちの勝ちだわ。コーチャン、やったんですね、私たち。ギリギリだったけど、よっしゃ、これで。ああ、なんとか返せたようだ。俺たちと多くの人々のあまりにも大きな借りを。みんな、あれ。教えてよ、お兄ちゃん。